訓練っていうのが、「じゃあははスリッパどうぞ片方 20kg ありますかとスリッパとされてあのあのお湯飲みもなんかこう何十キロもあるっていうふうなことでお茶飲みますか湯飲みも 20kg ありますというふうなことでパッと言われるとまあ亀仙人の修行みたいなことをこうやらされるんだよね。とん <laughs> はキルアに「あお前あの門通ってきたんだよなだったらもうただ押すだけでいいよ」って言われて押すって言ってドーンってやったら勝っちゃったと「うわ俺いつの間にか強くなってた」。 どっかで見たことがあるなと思ったらさ、ドラゴンボールそのまんまじゃねえか <laughs> と思って。ドラゴンボールで悟空がいつの目かすごく強くなってたので、相手をトンと押しただけで勝ってしまって、えらいこっちゃと、あのー、俺たち強くなっちまったぞ。だからクリリン絶対本気で戦っちゃダメだというふうなシーンがあるんだけども、もう、 よっぽどね、これ、ドラゴンボール、リスペクトなんだよね、このシーンは。本当に同じような流れで書いているから。<laughs> 修行から何から亀仙人の亀の甲羅、何十キロというところから、さっきのスリッパ、湯呑みというのを同じように見せといて、ドラゴンボールでは今節丁寧に書いてた、20キロの甲羅つけて何するのかっていうものを丸々飛ばして結果だけ書く。 でも天下一武道会みたいなものはちゃんと設定してあってその初戦の勝ち方を全く同じ配置にするっていうのがやっぱこの「ドラゴンボール」を意識しててリスペクトしてるっていうのが面白いよね。